ねえ、そこの君今さこのバスの中のほとんどが寝ちゃってるんだけど私はあんまり眠くないし君も暇そうにしてるから私とちょっとおしゃべりしないいいのありがとう。 友達と旅行したかったんだけど仕事で休養が入ったとかで行けなくなっちゃってさでも旅行自体は楽しみだったし一人旅も嫌いじゃなかったからね今はこうしておしゃべりしてるってわけ君はどうしてこのバスに昇進旅行って もしかして彼女さんにでも振られちゃったあこれ LINE の会話履歴どれどれあなたより先輩の方が魅力的なことに気がつきましたもうあなたとは会いませんかこれってまさか先輩に取られ もう今は何が正しいのかもわからない行くあてもなくただふらりと一人でいたいとあああ、なんかごめんね傷えぐっちゃったかなえーと降りる場所は決まってるのえ本当。 私も同じところでゃあさじゃあさ,ゃあさ今夜私と一緒のホテルに行かないふふ、<laughs> ほら私もともと友達と来る予定だったからさ2人分の部屋に1人で寝るのは寂しいなーなんてそれにあなたさっき行くあてがないって言ってたじゃない 大丈夫大丈夫ただ今深く傷ついている君をお姉さんが優しく癒してあげるだけやましい気持ちはないよだけど君が望むならねあもうすぐでバスが止まるね彼女さんのことは残念だったけど 君が悪いわけじゃないよ。前の彼女のことは忘れて私と一緒に楽しい旅しましょう。